女体山は、香川県佐抜市と東香川市にまたがる、標高774メートルの佐抜山脈にそびえる山である。昔、不義をして刑を追放された公家の娘が、死度の裏で身の不幸を嘆いていた。通りかかった少屋が同情し、家に連れて帰り一生の面倒を見た。彼女は恩義に報いるため、死後もこの地方のために尽くすと言って亡くなった。 庄屋は彼女を近くの青木池に葬り、小さな祠を建てた。以来、雨の少ない時に祠に集まって念じると必ず、雨が降ったと伝えられている。しかし、青木地の周辺で、不浄のものが漂着するなどしたため、村人が祠を、矢幡山の東の峰に移し、除体神社として祀った。以来この山を、女体山と呼ぶようになった。ちなみに、女体神社は、 主催人、スサノオの命を祀る、南大社に対する、除大社として、全国各地に存在している。他に、山陽から、長尾町から見ると女性が上向きで横たわっている、姿に見え、山頂が、女性の特徴部分に当たることから除大山と、呼ばれるとの説もある。南山六には、四国八十八所ケチの大久保寺があり、そこに至る、 歩き遍路道が頂上を通過しており、従って登山道は整備されている。また、三角点のある展望台は頂上より東にずれている。マイカー利用だと、車道が東西に山頂近くを通っているので、頂上も三角点も簡単に行くことができる。ありがとうございます。